待て、キーヤン言いますね。年は31。まあ、未だに嫁はんの来てがないもんやよってに、みんな嫌もめ嫌もめちゅうてばかりしょりまん。まあほんまにこの長屋ほど嫌もめ使いの荒いとおまへんで。へそからも出まんやろ。そんなお人があるものか、この娘はんの傷というのは他でもない、小さい自分から京都の偉い学者はんの家で育てられはった。まあそういうことから、言葉が少々難しゅうてな。言葉が難しい。何言うてまんねん。同じ日本人でしゃろ。構いまへん、もらいまひょというわけや。Thank you.
すんまへんけどな。何言うてはんのやら、もう一遍言うてみてくれ、話しまへんやろか。金玉干すやなんて。あ、えらいことしたぞ。えらいことしたぞ。この人の名前聞くのコロッと忘れてしもうたから。ジンベハンもジンベハンや。名前ぐらい言うといてくれたらよかったんやで。
ると隣の嫁はんの名前って便利えな。短いよってにな。おかめ、ちゅう。風呂一つ行こうと思っても、おい、おかめ、手ぬぐい出せ。おい、おかめ、手ぬぐい出せ。これで済むねんで。そやけどうちはそうはいかんわな。風呂一つ行こうと思ったら、おい、おかめやない。え、その、え、え。父は元京都の三にして姓は安藤名は慶蔵朝田をここと申せしが我が母三十三歳のりあるよ誕生は夢見わらわもはらみしがゆえに直ちねの体内をいでし頃は通常通常と申せしがこれは幼名成長の後これを風邪ひくわ。降るぐらいならまだええで。火事やってなかったらどないする？おい、おかめ、出ない。その、わらわ、父は元京都の三にして。姓は安藤名は平蔵。暑い、火事は消えんぞ。丸焼けになってしまうがな。Thank you.